議会報告開封で船橋市朝日町に来ております。2022年11月10日です。朝日町は昔後ろ貝塚と言われまして、前貝塚とグッズ貝塚に近い町ということだったんですが、後ろとイメージを変えようということで朝日町という名前に改名しております。この船橋、朝日町は農業地帯でもともとありまして、手前に、油中のブロッコリー、同じくキャベツが育っております。でこの農地の中にだんだんと、遠くに見えている宅地化が進んでおりまして、まあ、農業とその新しい住民の方の生活が、マッチングできるようにこれからも目配りしてまいりたいと思います。